マンデージャポン。これは本当サウンジャポンでね、うん、長寿番組っていうものがあるんだけど、うん、それ以外のっていうのは、まあ、大体短命で終わってたんですかね。だから ほぼだよ。だから馬なり君が長いぐらいの話だよ。馬なり君、うん、多分あれが3年か4年か5年かそんなぐらい。大丈夫だ、ちゃんとってよ。まあそうだな、あの子で見たらちょっとなんだっけ、爆笑さん最近だとなんか若手の人と、うん、なんか心配性な、何でも、うん、心配性もう終わったよ。何でしたっけ、誰でした、心配性です、あの霜降り明星。あ、霜降り明星か、うん、あれどれぐらい続いてたんですか。まあ、ちゃんと親もずっと見てないかわかんないけど、うん、まあ2年とか半ぐらいだと思う。1年か2年でも、あのテレ朝の系列のものって神田伯山ともやってるの分かる。ああ、なんかやってるみたいな、ね、あの、うん、神田伯山の番組なんか、うん、なんで最初のフリートークが面白かったのに、うん、番組に変えんだよっていうぐらい、ちょく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 タイトルから企画から全部変えんだよ。だけど次も爆笑、次も爆笑と神田伯山みたいな感じなのよ。で、まあ結構テレ朝は太い人がいるのね、爆笑のことを好きな人がさ、まあ編成というかね、うん、ね、だからそういうので、うーん、まあ続くんだよね。まあね、爆笑コアなファンがいるんだよということですよね、うん、すごいですよね、そこは。だから何かしら番組やられてますよね。そうなんだよね。だから、まあ、だから、うん、まあ、私が結構出てたとか出る前ぐらいとかは、うん、まあ、まあもしかしたら単語ももうちょっとやってたからなのかわかんないけど、まあもうちょっとあれですよね、結構各局で。いやだから一時はだから出始めってか、うん、日本芸能売れて、ええ、あの公害爆笑大問題とか馬なり君とかね、全局で始まったわけよ、はい、テレ東まで、日テレが出るまで全部で、それがしばらく続いたんだよ、あのいろいろ繰り返しながらね、はいはい、ただフジテレビが脱落して、うん、みたいなね。で、日テレまま爆笑なんだっけな、あのオスピとピーコさんが入るの、はいはい、なんでしたっけ、オスピ問題、爆笑オスピ問題、いろいろタイトル書いて、あれも何回かいろいろやったけど、あーそうだ、あれ結構長くなかったっすか。うん、でもタイトル書いて、まあ2年とか、あ、まあ、そうか、だからなんだっけ、なんか最初ゴールデンじゃなくて10時ぐらいからやってて、あ、でもあのオスピーさんとの絡みもちょっと面白かったですね。まあね、だからそう、ほら面白かったんだよ。いや別に爆笑は面白いは面白いんだよ、ただ視聴率が取れない。ああ、うん、まあね、まあ、でも今考えると爆笑、爆笑するんだっけ、何も私もなんか出たことあった気がするな、ちょっと忘れちゃったけど、ああいうあれなんかどっちかったらお笑い職がまだ結構強い方だったんじゃないかな。まあ途中からもう爆笑するのが強いよね、うん、それによって結構ほらなんか VTR が結構長くて、うん、ちょっとコメント入れてとか、まあ多いね、あとちょっと教養、あのほらなんだ、医療のなんか、あの、うんうん、なんだっけあれ、TBS の私もちょっと声で出てたな、医療スパスパ、はい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 、人間学みたいなとか、やっぱりそのなんかあのいわゆる一個純度のお笑い純度の高くない番組みたいな、ね、そうだよ、そうそうそう、感じの情報が一個乗っかった上で、うん、そこに、うん、そこのナビゲーターというかそこの MC っていう形っていうのが多い、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 今もね、まあ毎週じゃないけどレギュラーでさ、深海なんとかみたいなのでさ、海の底をやつ半年に1回ぐらいずっとやってたりとか、ちょっとだからお勉強チックなもの多いって、ね、まあそうか、まあそう、視聴者がやっぱりそういう目線で見て、そういうことだよ、入れる、やっぱ太田さんってインテリなんだよね、うんうんうん、みたいなことを言ってる人やっぱ、まあ、だし、太田さんの意見聞きたいっていう人が多いから ね、だからそういう番組が確かにずっとやっているわけなんだけど、でも確かに、まあ、純度の高い、いわゆるこう、うん、ザ・お笑いみたいな番組でっていうのが、うんうん、まあ、
ボキャブラみたいなのがあったけど、それ以降がそんなに、あの、ほとんどない。ないっていうのがまた、うん、あの、面白いところでもあり、うん、まあ、爆笑さん的に。まあ、本人は、まあ、よく言う一番やりたい、今も言ってる一番やりたいのは、まあ、歌あり、コントあり。だから昔のままのシャボン玉なんか、そう。ザ・テレビっていうのがやりたいと。面白いとこありますよね。あの爆笑さんの持ってる才能と本人たちの、うん、まあ、目指す思考というか、うんうん、とかなんか合ってるところとちょっと違うところが ね、うんうん、あってという面白さが、まあ、あとその太田光の意見が聞きたいはずだったんだけど、ついこの間統一教会のやつでサンデポで炎上したの知ってる？あ、まあでも小田さんちょこちょこなんかやる、まあ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 なんか大なりしょなりあるでしょ。まあまあ大なりしょなり、まあ、そうだね、それこそ選挙特番でとかあるんだけど、今回ちょっと大きいんだよね。あ、そうなの。まあいいことを言ってんだよ、いいこと言ってんだけど、見当違うじゃねえのかっていうことになっちゃったんだよね。 まああとサンジャポってね、どうしても社会のああいうところの、そうね、政治だなんだとか事件が起きたところのコメントしなきゃいけないから、うん、1個ずれたらね、そういうことなんだよね。ちょっとバンゴあのバラエティーの中でやってることよりちょっと大きいですもんね。選挙特番の時はね、やっぱ相当保守の人からも白紙の人からも、うん、まあなんか相当嫌がられてる、うん、こんなにあの嫌われるって、うん、気持ちいいぐらいにね。いや、そうだよ。だからあのね、そもそもたけしにやってアンチはいるし、うん、みんないるんだけれども、うん、多分あれだけ嫌いな人がこうはっきりする人ってあんまりいないと思うんだよ。人気あるタレントの中で、だからまあもともとそういう要素があった人なんだろうけど、うんうんうん、ちょっとそれまではなんとなくこうそこまで表面化してこなかったのかなって気もしますけどね。ああ、ああ、ああ、で最近になってからはいとしてでかくなったというか、まあ、あとは言ってもサンジャポとかああいう番組ぐらいが、まあ、あの一番出てたりするっていうイメージになると、うん、普通の番組だってそんなに出てる感じじゃないでしょ。まあね、だから結局深夜になっちゃうね。ああ、そんな心配性じゃないけど、神田春さんとかやってるで、やっぱりあの位置に行ったら深夜は出ないわけよ、普通は。うん、でもやっぱお笑いやりたいし、はい、まあ、多分ね、一時期深夜は断ってたはずなんだ、うん、ゴールデンに出始まった時、はい、うん、でも今もう、もう、うん、そうだね、じゃあ出ましょうかっていうか、まあそこしか居場所ないんだよな。だからゴールデンにはいないわけよ。田中さんは県民賞やってるんですか。まあ、うん、まあそうですよね、うん、だからああいう、まあ、テレビ的なうまさって言ったらもうまあそこで言うとクリームのそうだよ、とかが全然圧倒的だよ。圧倒的な感じです、ね、うん、圧倒的、うん、だけどもやっぱりまああの中京テレビの番組で、はいはい、ネットが主になるけど太田上田っていう番組があってさ、うん、それは上田がツッコミとしているからさ、うんうん、かなり成立するんだよね。なるほど、うんうん、まあ確かにね、ちょっと爆笑さん中京と太田さんと上田さんでやってた方がそこじゃないかと。そう、太田上田、そうね、うん、だからまあまあ昔ボキャブラの頃から言ってたんだよね、うん、あの上田と名倉が関東一のツッコミだ、まあ、名倉関西弁だけど関東一のツッコミだ、これにこう両方からツッコまれるのをやりたいみたいな。なるほどね、田中じゃダメだ、小僧じゃダメだみたいな。ああ言ってたね、うん、でもまあ田中さんもね、あの人も器用だからさ、うん、で面白いしさ、実際にだからそれを隠してただけでさ、うん、まあ当然評価は来るわな。そうですよね、うん、ね、息も長くやられてる。そうなんだよ、もうあの年だからさ、もう終わりでもいいんだよ、うん、いやだってほらなんか我々が、うん、なんていうのかな、まあ、昭和世代から生きてる我々からすると、うんうん、なんか相川欽也さんとかも、うん、もう歴史的に入られましたけど、うん、なんかこう欽也さんがいや、まあ、番組出てる感じのってもうほらもういい初老になって、うん、あのそんなにこう
あのバタバタせずにやってるっていうイメージあるじゃないですか、うん、なるほどザ・ワールドぐらいのところから、うん、でも司会者っていう、うん、もちろんほら、うん、あの役者さんとかそういうものあるけど、うんうん、でも今の爆笑さんの年齢からしたらもう本当あの相川きよさんが、うん、あの一番あのゴールデンでやってたような年齢ですもんね。そうだよ、そう、それより上かな。いや上ではないと、あの、うん、テレ東の街角とかやってたからあれなんだけど、ただ金ちゃんとかね、うんうん、もうあの今の爆笑の年の時はもうゴールデンないからね。ああ、うん、確かに、ね、もうあの、まあ、表舞台から引退、はいはい、でもその前はゴールデンでも視聴率男で、うんうん、どの曲かけても金ちゃんみたいな時代があったわけで、その時の最大風速があまりにもね。そうなんだよ。だから金ちゃんの場合はだから爆笑の場合は結局熱あの量は同じなわけで、うん、爆笑は細く長くっていう感じではあると思う、うん、まあ、ね、うん、まあどうあるのかっていうところでもあるんですけどね、うん、まあ、面白いですよね。あとまあ太田さんがさ、まあ、YouTube なんてって言ってたのがさ、うん、太田上田でさ、うん、YouTube で流して、はい、結構行ってるわけだよ、うん、実はもうあの人は笑いもやりたいけどコントをやりたいわけよ。ああ太田な、そう、うん、テレビでコントもやりたかったんだけど、うん、まあネットでもいいかな YouTube でいいかなっていうふうに言い出してんだよね。あ、うんうん、太田さんのってそのまあこれはちょっとこれは私の勝手な試験ですけど、うん、あのコントっていうことになると、うん、なんか男ってまあまあもちろんあのコントの才能もあると思うんですけど、うん、なんかずぬけた感じのコントの才能がある感じがちょっとしないんですか。あのね、それで言うと、ええ、あの多分出し様子見てる、だから出すタイミングをずっと見てたと思うのよ。だから出てないと思うっていうのは、っていうのは田中さんね、田中さんは役者として出てるじゃん、ドラマとか、はいはいはい、とか太田さんは絶対オファーはたくさん来てるのに、はいはい、出ないわけ、はいはい、それはやっぱ自分の映画のために撮っておくみたいなところがあって、あコントに関してもだから大一番のために撮っといたんだけどタイミングいじってしまったみたいなところがあると思うんだよ。もうちょっと待ってください、それはすごい説ですね、うん、大一番撮っておく、そういや撮っておくじゃん、絶対そう思うよ。ちょっとずっと撮って、そうだよ、だって役者だってやんないじゃん、やんないよ。いや役者っていうか、まあ、うんうん、まあまあだって全然来てるはずなんよ、まあね、あとコントっていう部分でのあれじゃもう40年ぐらいネタしてるってことですか。そうだから大一番で出そうとして、だからちょっと閉鎖が狂ってきたの、だからそれこそ大人とね、はいはいはい、もっと上行く人ですよっつって、俺もまだこれで終わろうとは思ってないとは言ってるんだよ、はいうん、なるほど。内田さんの番組見てるとスタッフがいろいろ大変なんだなっていうのが、だから結構、ね、爆笑って企画ありきで呼ばれてるんだよね。ああなるほど、こういう企画があります、誰か司会、ああじゃあ爆笑問題行こうかみたいな、うん、だからダウンタウンみたいにダウンタウンだからこの企画じゃないんだよ、うん、はい、うん、確かにね、うん、まあ、でももうそれをね、こう20年、30年、張り続けてるそうね、だから、いや、つうか今の一番、だからその番組は確かに続かなかったけれども、大御所になっちゃったんだよ、いつの間にかスルーッと大御所になっちゃったよね、うん、周りも認める大御所に、そうですね、うん、いや、もちろんダウンタウンとね、肩は並べてないんだろうけど、人気とかで言ったら、ただもう、東西で、うん、ね、まあ、東しかいないからな、東の横綱、うん、西の横綱的なね。うんうん、まあ、結局ほら、たけしさんはまあ一応もう出番になっちゃって、そうだね、金ちゃんも終わって、うん、トンネルちゃんも終わって、うん、ただトンネルちゃんはさ、出ないね、出ないもないもん、でもう YouTube に、だからそれは、うん、それはというか、まあでもほら、スポーツ王は俺だとかさ、うん、半年に1回でいいぐらい、うん、まあまあ、でも出なくても別に、いや、もちろんそれはそうだけど、ただこれね、金ちゃんも出なくなったでしょって話なんだよ、それは、うん、だから爆笑問題の方がおかしいのよ、うん、やっぱりあのサンジャポっていうフォームをしっかり持ち続けたっていうのは大きいですよね。でかい、今となってはね、でかい、うん、でかいし、あれはやっぱね、作家の勝ちだよね。ワイドショー番組でさ、だって土日に何個あんのっつぐらいさ、ね、ニュース扱う大丈夫、そこの中で差別化させたっていうのはね、作家は優秀だったよ。大久保さんでしたっけ。あ、そうそうそう、元はね、うんうんうん、あ今はまた違うんだな。変わった、もうね、ディレクタープロデューサーそっち変わんだよ。あ、そうなんだ、うん、もう別にテレビ局の人だから官僚だから、まあまあね、順番で変わっていくから、
だから作家もだ、桜井さんという人が優秀なのかな、そうなんか、うん、テレビの番組数多く、それこそ太田総理とか、立ち上げちゃうんだよ、あのディレクター演出に、今、太田光に政治家からしたら面白いよとかっていうことを言うわけよ、うんうん、それが番組になるみたいな。で、田村さんでももうワイドショーで、太田光がこういうことを言う番組さ、みたいなので、うん、で作り上げちゃったんだね、ブランディ。それは後から入った秋葉とかがさ、俺作家でございつってさ、頭くるなあいつ。じゃあ殴り込むか。殴り込むよ、今から行くか。電話するか。今だよ、殴り込むと警察出てくるからな。大丈夫、俺とメイクだから。なるほどね。秋葉と話したことあるでしょ。いや、もちろんあるんですよ。面白いこと聞いたことある。ないでしょ。ないです。俺も一回もないんだよ。秋葉屋さんは、私のイメージ、秋葉さんって、なんか、あの、爆笑さんとかにいじられてるか、